Horizon VR Call of the Mountain ってことで、どうみの3番をはねちゃいすぎですってことで、はい、なんとプレイステーション VR2、8万円買いました。 めちゃくちゃ高いです。はい、まあ、例えて言うなら、プレイステーション5の安いやつ2台買えます。はい、それぐらい高いです。で、ちなみにここすごいね、幻想的な世界が広がっておりますが、実はここ五月の部屋です。狭いです。手伸ばしたらぶつかるぐらい狭いです。後ろ向いてもさ、上向いても広大な世界がね、広がってるんですよ。これが VR です。 めちゃくちゃやばい。で、ちなみにゲームすごい今綺麗じゃないですか。で、これだけじゃなくて、映画とかアニメ、Hulu とかね、まあ、ネットフリは分かんないけど、そう、Hulu は一応確認しました。できるんで、映像めっちゃ綺麗に見ることができます。だから、なんだろうね、テレビちっちゃい人でも、この VR あるだけで、大画面の映像、もう映画を見てるような感じで、映画館にいるような感じで映画を見ることもできるって感じですね。非常にいいです、これ。8万円しますけど、変な高いテレビ買うより、これつけるだけでもう全部整っちゃうんで。ただね、飲み物とか食い物とか食べようとするとどこにあるかわからないっていう点はありますけどね。はい、そこはちょっと映画館との違いかな。ってことで、ホライゾン VR コールオブダマウンテンやっていきましょう。はい、実はですね、何回か撮ってまして、なんていうかな、動画がちょっと撮れてなかったりして、はい、また最初からやっていきたいと思います。ってことで、これね、今分かりますかね、これピコピコ動いてると思いますが、これ実はね、目の動き、はい、これ目の動きで選んでます。これすごいっすね、未来ですよね、本当に。はい、それはさておき、新しいゲームやっていきましょう。さあ、ってことで始まるんですこのが、先は危険ちょっだ。とね、今回のこの動画が終わるところまで国は名もうが一転覆通しりたらもうこやっいつちゃがって溺るれんちまで、う。ちょっと反ガン応ダはムね、ガンダム。薄いです。生は活い、性もう法初律見じゃがない崩んれで、反応は薄いんですけど、ハードまあ、これ VR がどういう世界なのかを、ほどうらも、これで光のはい、加護を受けられれば伝えられた国らいい名ながと本思っ国てお全り土まに消えてす。しまえばよかったのに。今ね、座国ってるっ家ぽいはですね、イスギは。どういう座り方してんの？こいつは軍の暮らしが長い割に頭が硬くこての人よ。は頭が偉そう硬い。な口こ利のく人ながらハ困ーっミー、てこのこい人がよ。カーボンですね。もお願いしし無ま理だ。す。無理無理。無理無理って。逃げたってどうせ暁の目覚めに行き着く。マジかさあ、ってよ。ことで、暁の目す覚めごに。いジャングルみたいなとこにいます俺ね。はあそこ何にはだ。雪の山。見た目で？機械が見えないの。機械、あ、いた、機械。そう、ホライゾンって言ったら機械の獣。マーラッドからは私はいに。はい、マーラット。お前が俺たちと一緒に来れば罪を許すと。本当に。だからおとなしくした方がお前にとっそれては助かる。そきうなたー、るソブバド。電気を放ってくる巨大な鳥ですね。こいつ、めっちゃ強いです。こっちも危険だ。サンダージョーより強いかな。サンダージョーと同じぐらいの立ち位置かな。もう本気だ。めっちゃかっこいい。あんな襲われたら終わりだよ。悪名高い敵兵士である俺を、サンをアバードが許すってのは、悪名の高い敵君兵らの士。魂胆だ。そうなんだ、俺。おい、何という蛇行おお、だ。鹿。なぜサンを機械であふれたの鹿。か。イターメンの影が解き明かしてくれターよ。メンの影。マーラット様が何か企んでいる。へえ、潔白なのに。すごいよね、本当に。後ろもね、しっかりしてるんですよね。どうネックルだよ。お でまかたい月よの目ね、覚めに。トールネックって言うんですけよせ、ど、ぶつかる。めちゃくちゃでかい。うほー、ドジン。ドジン。昔のブラキオサウルスとかもこんな感じだったのかな。多分こんな感じって、こんなには大きくないか。いや、でもこんなもんかな。
ブラキオとかも10メートルとかだもんね。10メートルもあったっけな。本当に助けが来るならこいつを監獄から出す必要なんてない。人殺しを。御社に信じられない。誰殺したの俺。まだやってないから。まだ。これすごいっすよね。ほう、ペン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 。弓をくれ。やるぞ。鬼貸してくれれば。もっと厄介なやつもいる。石を投げてこのウィッチャーを誘導させるんですね。誘導させて、まあ、そこら辺にいますよって見せてますけど、今警戒しちゃってるんで黄色くなってますね。それが赤くなるともうバレちゃったって感じですね。さあさあさあ、ウィッチャーが上にいると、でバレちゃって、あれがまさか撃たい、そこそこ、うん、そこサジ、そこよし、よし、もう一発、ありゃナイス。やったっぽいね。まだ追ってきてる。いや、大丈夫そうです。大丈夫そうだね。なんか来てますよ。おお、どう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 、ほら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 、ワニワニワニ、ラットもこいつ5メートル6メートルぐらいあるね。めちゃくちゃでかい。よいしょ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 、でここを掴んでこうやってね登っていきますと、よいしょよいしょ、はいはい、よいしょ。でそこにカーバーがいるんで助けましょう。で四角と×を押してこうやると走ることができる。大丈夫ですか。あ、来てる。わーあっと、はい、もう3回ぐらい見たこれちょっとすいませんね、もうリアクションできなくて。結構ね、何回か見るとねやっぱり慣れてきちゃってね。よしよし、とりあえず逃げましょう。はいで、ここからもバーンで、こうのポン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 、いけろ、ほい、登ってほいほいおう、よいしょ、ね、まだね、いるんですよね、つまり。なぜだ、とにかく暁の目覚めを目指そう。恐ろしいね、直接聞き出してやる。怖すぎだろ。あの兵士が鎖を外さなかったら俺は溺れて死んでいた。もともといるんじゃないかな。あの女はどこ行った。さあ行こう。R でカメラを回せます。で、あそこに登っていく感じですね。あそこに行きましょう。
このツタを掴んで、よいしょ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 、こう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 、下はこんな感じ。怖え。よいしょよいしょよいしょ。ここは確か暁の門と呼ばれる場所だ。暁の目覚めはこの反対側のはず。さあ行きますか。いや俺は罪人。俺罪人じゃないんだね。堂々とマーラットに会いに行ってやる。登りながらカメラを回転させて登るところをね確認していくって感じですね。この白いところがね登れると、白とか黄色とかかな。はい、おこのシャドウカーザメ、逃げようったってそうはいかない。そんなことはない、そんなことありません。あの、おい、あいつなんとかやられずに済んだが、勝手に勘違いしちゃったね。よっよいしょ。ってことでそこに弓がねあるんで、こいつをいただきましょうか。誰かがここで来るの。これを掴んで肩から矢を取ってつけて、ピューで、これを背中に回して R にで外すると、で左手を後ろに回して弓を取って、右手で矢を取って引いて撃つ、引いて撃つって感じですね。引いて横打ち、シュー、あれ、シュー。いやーいいね、スタイリッシュ。そこら中に機械がいるみたいだが、これで好きな他にはないかな。ということでここからこうですね、行きましょう。さあここタマヒュンゾーンですね。ほらやばくない、ブーンブーン。さあ行きましょう。ほい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 と、見張り爆弾。さてことで暁の見張り場だったかな、に到着でございます。でいろいろあるんで、こうとこうとこう、 OK。 でここにもあるんで、こうで、ここにねアイテムがあるんですよね。それもいただいていきましょう。はいはい。こういうところもさ、こうやってなんか覗けるんですよね。ちょっと頭ぶつきそうで怖いですけどね、リアルで。よいしょと。ってことでこれがアイテムですね。なんか三王のなんやらかんやらっつーやつ。三王国を見守る三王サル、誰か掘ったんかな。でマラカスとかねあるんで、こういうのもねこうやって、おい、あ、そういうことできるんだ。おお、すげえ。ぷい、この方の、あんなところにあったんだね。オッケー。そんなら降りますかね。そう、一つ面白いのがあって、これね、この傘、リンゴもいいんだけど、この傘をさこうして乗るんですよ、これで、こう、これすごくない？もう本当にね
ここにあるような感じ。くる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 、いつもより多く回っておりますからの、ふーん、よっしゃー、よし、さあ降りましょう。よいしょ。オープン。ここからどうやって行けばいいんだ。で、ここで三角で、はい、行ける場所が見えると、こうやって、さあ行きましょう。はい、はい、な、入った。これはいい眺めだ。ねえ、絶景ですね、本当に。めちゃくちゃ綺麗で、ここにね、これあるんで、こうして、こうして、これでこうですよ。見てて、これをドン、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 ほい、よし、いいか。さあ、この鍵を取ってゲットで、 L3 押して L2L3 押して L2 長押しで装備したまま、ここに来て鍵をスッとはめて魔法いきます。アラフォーモーラー、はい。ホグワーツレガシー VR も出ないかな。そしたらこうやってさ、こうやって魔法合戦するけどね、めちゃくちゃ面白そう。おう、フォアちゃん、弓があってよかった。危なかった、ウォッチャだ。で、ここのさ、こっち、ここにね、面白いもんあるんですよね。これ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 、これでね、色塗ることができて、ここになんか描けるんですよね。こういう絵とかも描けるんですよ。よいしょ、こういうね、椅子毛画伯、昔の人はこうやって絵を描いておりましたと。いいんじゃない、立派だね。さあ、で、ここでね、戦闘になるんで、初めてチュートリアル始まるの。戦闘の、見つけた、ウォッチャーだ。倒すしかなさそうだな。さあ、ハイライトされた場所に制限、何やらかんやら、ほい。四角でも避けれるし、両手押しでこれでも避けれると。で、まず避けて、あ、ちょっと待って、危ない。なんで俺左、ほい、俺右利きなんだ。避ける。あしゃあし。くそ、手が逆。よし。なんで、しょうがない。よいしょ。やるしかない。そこ。うわ。なんで右手で持ってんの俺。戦闘が始まるとしまえないんだね。焦ったわ、この野郎、引きちぎってやる。うーん、てい、あれ、あ、ちょうだいそれ、ビヨン。
いただいていく。ピシュ。いや、焦ったわ。まさか、そう、戦闘始まったら手変えれないんだね。知らなかった。ってことは、これお宝あるんで、いきます。デレレレ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 で、そこにね、これ。これと、これですね。なんかアイテムっぽいんで、この、暁の目覚めにある作業台で新しい登山道具を作成しよう。はいはい、まだよくわかんないんですけどね、そこまで行ってないんですよね。いつもこの先の後のところで終わってるんで。さあさあさあ、ここでリンゴ食う。これで回復ですよね。で、ちなみにここ、この違うこのね、これあるじゃないですか。この緑の。これが HP ですね。まあ、5ライフありますよって感じかな。ことで、上に登っていこうかな。こっちか。へい、へい、へい。なんか燃えてるんですよね。何かに襲撃されたのかな。モンスターが来たのかな。わかんないけど。今燃えてますよと。よいしょ。燃えてやる。ホライゾン。コールオブダ。すごい、すごい格好してる。こんにちは。ってことで捕まえられましたと。こんにちは。ってことで、アーロいるんすよ。やばくないっすよ。殴んな、頭。お前どうぞ。頭は殴るな。危ないからね。ハロー。ハロー。兄ゆすり。ウーリット絡みか。ことはそう単純ではない。機械が。機械は集落なんか襲わない。もう死者も出てる。根拠のない話のためにマーラットが動くと。機械が暴れてんの。渓谷にいる機械を見ただろう。集落の人々に被害が出ている。アーロイの方が一番わかるでしょ。ねえ、あんた主人公だから。主人公、主人公ですから。技術は兄に劣らぬそうだ。協力すればメリディアンでもお前の罪を許される。全ての罪を許すってことだ。何をしたの俺は。全て可能ならば彼の後を追ったラデルというものを見つけてほしい。だが優先すべき機械が攻撃している原因を探る。ノラ・カリラデル密偵長。そしてノラの狩人と密偵長。頭を殴られておじいちゃん。頭やられちゃったからな。これで山登りはできないとか言わないで。得意です。登れるの任せてくれ。登れなかったら全てあっけなく終わるってだけだろう。それじゃあ行くぞ。さあ、ってことで、なんか到着。この先が天道の槍。道案内はここまでだ。ありがとう、アロイ。じゃあ、あとはアロイ結構ちっちゃいんですよね。140とかなんかな。私はこの足で落葉の砦に向かう。落葉の砦。お前はもうシャドウカージョを抜けたんだろ。そうなんだ。足を洗いました。集落の人たちを救うんだ。了解。お兄さんもいるはず。でね、バイバイ。あのノラ行っちまった。ノラ行っちまったよ。一緒に来てくれたいざって時に心強かったんだがな。ウーリット、お前は今も生きてるのか。何か手がかりは見つかったのか。それとももうやられちまったのか。
はい、ということでここまでですね。ここまで今までね3回ぐらい来てるんですけど、まあ、VR 難しくてね、いろいろと、まあ、撮影方法もなんですが、はい、ということでとりあえずパート1はここまでにしたいと思います。まあ、一応別ゲームやってるんでね、そこら辺、そこの方はメインで、まあ、VR の方はねちょっとおまけ程度で動画をねやっていきたいと思います。ただね、この VR というゲームまだねそこまで実況とかしてる人少ないと思うんで、まあ、いつげがね率先していろいろやっていこうかなと思います。まあ、いるっちゃいるけどね。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。